シャツヨレヨレなんですけど、モスバーガーに来ました。今7時半です。疲れました。モスと言ったらレモンティー。夜の7時半なんですけど18度ですね。あったか。今日はこちらモスバーガーのマルデピザで安定の鬼ポテセットです。いただきます。うん、かっこいい。これマルデピザの スパイシーマルデピザにしました。ちょっと辛いんだと思います。でも T シャツのヨレヨレ具合が半端ないんですけど、モスバーガーは写真と遜色ないですね。いただきます。うん、うん、バンズが違いますね。なんか白いんですけど柔らかくて美味しい。あのモスバーガー自体もピザっぽいんで、トマトソースで、でもこれはよりなんだろう、 バジル的なものが入って、その香りがこのピザっぽさ出してます。すごい緑のがあるんですけど、多分これがバジル的なものだと思います。うん、本当にモスのアイスティーは美味しい。なんか元にスッと入ってきます。ピーマンも入ってるので本当まるでピザですね。結構スパイシー、うん、スパイシーですね、これ。うまっ。風強いんですよね。車が揺れてます。え、鬼ポテの鬼って2つしか入ってないんですかね。少な。柿の種をおにぎりに混ぜて握ると美味しいらしいですよ。ご飯にゆかりと柿ピーを砕いたやつを入れて握るとうまいらしいです。はい、ごちそうさまでした。ちょっとね、ほんと T シャツこれ着てくるべきじゃなかったですね。ちょっとしわしわすぎては。というわけで、モスバーガーのマルデピザでした。バンズが美味しかったです。以上です。